皆さんこんにちは、深堀隊長の岡澤明です。さあ、今回は東島さんとロケが一緒ということはですね、はい、料理ですか。はい、深堀クッキング第3弾ではありません。そうなの？はい、今日は違うんですよ。あ、違うんだ、はい、てっきり東島さんと一緒イコール料理のロケ、はい、ただ東島さんがちょっと料理が苦手、はい、だから今日は、はい、料理に自信があるっていうね、深堀隊員を、はい、僕は準備してきたんですけど。そうなんですか？もういらないですかね、今日はね。いや、登場させてください。よろしくお願いします。瀬根月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はクッキングと聞いてきたので、はい、めちゃくちゃイメトレも頑張ってきたんですけど今回はまあ少しそういうものに関係あるんですね、はい、そうなんです。今回は夏になると増えてくる注意喚起をする回ということなんですけど、何だと思いますか？夏ですよね。夏、やっぱ暑いから熱中症。あ、熱中症、はい、あ、はいはい、水難事故。あ、ありますね。危ないですよね、はい、本当に。そうです、食中毒です。そうですじゃない、そうですじゃないから。食中毒です。もう一回スルーして食中毒言ったね、はい、夏場を含め最近増えてきている食中毒の発生防止について深掘りしていきましょう。深掘り福岡県。今日は福岡県生活衛生課の後田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、後田さん、夏の時期っていうのは食中毒が増えるっていうふうに聞いたんですけど。はい、夏の時期は高温多湿になりますので、はい、食中毒が発生しやすくなります。また全国的には季節に関係なくアニサキスという食中毒の発生が多くなってきていますね。アニサキスって魚介類にいる寄生虫のことですか？はい、そうですね、はい、あとこの時期になるとバーベキューをする人も増えてくるので、お肉の加熱不足による食中毒も注意が必要ですね。そうですね、よくやるだけに注意が必要ですよね。なのでこれから皆さんには、食中毒の注意点について実践をしながら深掘りしていただきたいと思います。料理自慢の瀬野くんがいますので、はい、お願いします、はい、頑張っていきましょうはい、まずお魚ですね。はい、はいはい、アニサキスはお魚が死んでから時間が経つと、内臓から筋肉に移動していくので、まずは新鮮な魚を選ぶことが重要です、はい、で新鮮なうちに内臓を取り除くということをしていただきます。特に釣りをする方に注意が必要ですね、うんうん、じゃあ早速目の前にお魚ありますんで、はい、瀬野くん、はい、お願いします、はい、お願いします。頑張ってさばかせていただきます。行きましょう。立派なサバですね。本当に、ね、しっかりね、その内臓を取り除いてあげると、はい、そうですね。さばきました。すごい、しっかり3枚。さあ、じゃあ後ろさん、ここからどういうところにこう注意してたらいいですか？はい、そうですね、この切り身の中に、はい、白い小さな虫がいるかどうかっていうのを目で確認をしていきます。ほうほう、これ結構難しいですね、もしかしたらこれ目視できる人すごい。これも、これ違いますよね、これ違いますよね。大丈夫かな。うんうんうん、これからまた切り身にしていって確認はしないといけないですね、うんうん、でももしいた場合ってどうしたらいいですかね、うん、いたらこういったような白い虫がこれですね、はい、うわ、うん、ちょっとねいる場合があります。結構1センチって大きいですねなので目視で確認はできるかなと思います、うんうん、切り身の中に見つけたら、そのまま食べるのは控えていただいて、うん、70度以上で加熱するか、はい、マイナス20度以下、24時間以上の冷凍をしてから食べてください。そういったことが食中毒の予防のポイントになりますね、うん、まずは目視、そして加熱、冷凍、これが大事でございます。深掘り。続いてはお肉を調理していきましょう。はい、岡澤さん、はい、食中毒予防の、3原則を知っていますか？ほう、3原則。表を焼く、裏を焼く、また表を焼くしっかり焼くっていう。しっかり大事です。でもお肉じゃないやつも入るってことですよね、はい、何ですか3原則。はい、こちらが食中毒予防の3原則になります。ほう、つけない、増やさない、やっつける、つけないは、手洗いをしっかりする、うんうん、調理前と調理後の器具の区別をするということですね、うんうん、増やさないは、長時間室温で放置しせずに冷蔵庫や冷凍庫で保管をすること、うん、やっつけるでは、食材の中心部までしっかり加熱をすることなどが挙げられますね。分かりました、これが3原則ですね、はい、つけない、増やさない、
やっつける、はい、これが大事ですね。わかりました。生肉にはカンピロバクターやサルモネラといった食中毒菌が潜んでいることがありますので、これからお肉をしっかり加熱をして食中毒ポイントっていうものを深掘りしていきましょう。はい、お肉を焼く時の注意点とかっていうのはあるんですか？うん、基本的にはしっかり焼くっていうことなんですけども、うんうん、これが、中心温度75度以上を1分以上の加熱っていうものになります。うん、だからこのカンピロバクター、これかなり小さい菌ですよね。もう最近なので、さっきみたいに目で見るっていうことはできないですよね。できないと思いますので。なるほどなるほど。じゃあ目視で確認できない分、しっかり加熱をすると。そうですね。ちょっと不安に思うようであれば、はい、切って中を確認してみてください。今度はお肉は私が担当したいと思います。じゃあお任せします。はい、深掘り。あれ、一口サイズですね。お肉を早速焼いていきます。はい、豪快に見ると一気にいきましょう。はい、まあお肉今焼いてますけど、他に何か注意すべきことってありますか？そうですね、はい、加熱しないようなお野菜を使う場合、こういったお肉を使った調理器具っていうのは絶対使わないようにして、包丁やまな板は使い分けることがいいですね。なるほどなるほど。生肉を触ったあとは手洗い消毒っていうのをしっかり行ってください。大事ですね。焼けてきましたね。いい感じに焼けてきてますね。どうですか、前回の料理ロケから料理やってみました？あ、でも結構料理やるようになったんですよ。本当？ちなみに何作ったんですか？でもカレーとか。あ、カレーありますか？肉じゃがとか。はい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 。焼けました。焼けました。焼けました。あ、くるっとさ、塩さんに確認してもらいますか？はい、お願いします。すごい笑ってますけど。中の方まで火が通ってるなっていうのが確認できてから1分以上加熱ができていれば十分だと思います。深掘り。やっぱりお肉を焼いていたらめちゃくちゃお腹が空いてきましたので、残りの食材を実際に焼いて食べていきましょうかね。はい、はい、めっちゃ入れましたけどいいですか？やっぱりこの時期はバーベキューをねする方も多いと思うんですけど、夜のバーベキューに後ろさんよ特に気をつけなきゃいけないんですよね。そうですね、夜はやっぱり辛いので特に注意してよく火をつけているかっていうのを確認してから食べていただきたいですね。あ、そうですね。あとは箸や昆布に関しては、焼く用と取り分ける用で使い分けを行ってください。確かに、さっきのつけないっていうポイントですね、またね。さあ、ということで今回は食中毒について深掘りすることができました。次回は何を深掘りするのかお楽しみに。